イープルのイギリス軍墓地にあるモーリスの墓、モーリス・ビクター・アドナルド・オブ・バッテンバーグは、ドイツの貴族バッテンベルク家の講子で、イギリスの軍人、ビクトリア女王の42人の孫の中で最後に誕生した。バッテン・ベルク講子、ハインリヒ・モーリッツと、その妻で、ビクトリア女王の末娘である、ベアトリス王女の間の末息子として、 スコットランド、アバディーンシャイアのバルモラル城で生まれた。父ヘンリーは、ヘッセンダルムシュタット大公子アレクサンダーとユリア・ハウケ、伯爵夫人との寄戦結婚で生まれた息子で、イギリス陸軍の士官となっていた。姉のビクトリア・ユージェニーは、スペイン王アルフォンソ13世の王妃となった。先例名のうち、モーリッツは、ソソフヤン・マウリッツィ・ハウケ伯爵に、ビクターは、 祖母のイギリス女王にちなむ。最後のドナルドは、スコットランドで誕生したイギリス王室の聖員には、必ず、スコットランド名をつけるというつける習わしに従って、追加された。バッテン、ベルク家の聖員としてバッテン、ベルク公子の称号と、諸公家の殿下の継承を有したが、1886年に出された、ビクトリア女王の直居女王により、モーリスとその刑事は、 イギリス領内に限って、より上位の王家の殿下の継承を許されていた。4人兄弟の中では唯一父親にだったが、父親とは、わずか4歳で死別した。末息子で、父親にの外見を持つモーリスは、母ベアトリス王女のお気に入りの息子だった。ハートフォードシャーのロッカーズパーク校を経て、ウェリントンカレッジで学んだ。 1914年に第一次世界大戦が勃発すると、イギリス陸軍のライフル兵部隊所属の中尉として従軍した。同年10月の第一次イープルの戦いで戦死し、イープルのイギリス軍墓地に葬られた。23歳だった。ありがとうございます。